はい、おはようございます。ビライフのマリコです。今日は朝のヨガストレッチを行っていきます。朝起きたての体は最も硬くなっていやすいです。全身をストレッチすることで一日を気持ちよくスタートすることができます。10分でできますので、ぜひ一緒に行ってみてください。はい、それでは最初は仰向けの姿勢からスタートしていきます。息を吸いながら両手を上に万歳持ち上げて、ぐっと気持ちのいい伸びをしたら、吐きながら手を広げて下ろしていきましょう。繰り返します。さ、ご自身の呼吸のペースに合わせながら動いてみてください。まずはシンプルに呼吸と動きを連動させながら、全身に新鮮な酸素を巡らせていきます。はい、それでは体を起こして楽に座っていきましょう。頭を右へと傾けていきます。首のストレッチです。顔の向きを自由に変えながら、首の伸びる角度を変えていきましょう。ゆらゆらゆすったり、少し上を見上げるようにして首の前側をストレッチしたり、自由に伸ばしたいところを伸ばしていきます。休憩したら反対側行きます。優しく頭は左側へ傾け、右の肩が連れてこられないように右の肩を下に下ろしたまま、自由に顔の角度を変えながら首の伸ばしたいところを伸ばしていきます。はい、それでは四つん這いの姿勢でスタンバイしましょう。両手は肩の真下にまっすぐつきます。膝は骨盤幅へ。キャット&カウ、息を吸って胸を広げ、吐きながら両手床を押して背中を丸く丸めていきましょう。吸う呼吸で胸を前に広げ、吐く呼吸では背中を丸く丸めていきます。ご自身の呼吸のペースに合わせながら動いていきましょう。凝り固まりやすい背骨を柔らかくほぐします。両手を片方ずつ前に伸ばして、次は猫の伸びのポーズです。胸と顎をマットの方へと近づけるか、もしくは顎を引き、おでこをマットに下ろしたままでも構いません。膝の上にお尻を固定させ、腕の力をリラックス抜いていきましょう。肩周り、背骨周り、血行が促進されていきます。腸の前動運動も活性化させられるポーズです。さ、続いては四つん這いの姿勢に移ってスタンバイします。右の腕、左の脇の下通し、横に伸ばしていきましょう。針の糸通しのポーズ。横の手はできるだけ遠くに引っ張ります。左の腕は自由に、腰の後ろに巻きつけても頭上に伸ばしても構いません。心地よく背骨周り、ねじりを感じて、右側背面もストレッチされていきます。さ、次は反対側移っていきましょう。左の手のひらは上に向け、横に長く伸ばします。右の手は自由に、内臓機能を高めていきます。肩こりや首こりの解消にも効果的です。ゆったりとした呼吸を続けていきましょう。
上体を起こしたら立て膝に座っていきます。左の足を横に伸ばしてスタンバイしましょう。右の手を上から吐きながら伸ばす足の方に傾けます。さあ右サイド、大きな伸びを感じて呼吸を続けていきましょう。体側を心地よく伸ばし呼吸機能を高めていきます。はい、それでは両足と体ごと左側へ向けます。後ろの足を少し後ろ側にずらしてスタンバイしましょう。さあ両手を上に持ち上げます。前の膝を伸ばしながらぐるっと回して、吐いてダウン、吸ってぐるっと大きくゆったり回していきましょう。さあ股関節周りも心地よい伸びを感じ、そして肩周りの可動域も広げやすくしていきます。はい、続いては両手を胸の前で合わせてスタンバイしていきましょう。後ろの指先立てて安定させやすくします。さあ前足の方に体をひねって、そのまま体を前に倒していきましょう。さあツイストを加えていきます。背骨は長いまま。土台が不安定な方は上体をまっすぐ起こしたまま体だけねじっていきましょう。内臓機能を高めていく非常にデトックス効果が高いポーズです。上体を起こしたら正面に戻り反対側へ行きます。右の足を横に伸ばしてスタンバイです。左手を上から吐きながら優しく横に傾いていきましょう。さあゆったり左側体側に伸びを感じ呼吸を整えていきます。朝のうちに呼吸を整えることでゆとりを持って一日をスタートすることができます。さあそのまま両足と体の向きを右側へと向けていきましょう。後ろの足は長く伸ばして、両手を上、そのまま前の膝伸ばしながらぐるっと腕を回し、吐いてダウン、吸ってぐるっとゆったり回して、吐いてダウン。さあ股関節周りも柔軟性が高められていきます。代謝も上がりやすい動きです。はい、それでは両手を胸の前で合掌して後ろの指先立てて安定させやすくします。さあ上体を前足の方にツイストして体を傾けていきましょう。背骨は長いまま、ゆったり呼吸を続けます。さあぐらぐら不安定な方は上体をまっすぐ起こしたままツイストしましょう。はい、続いては両手を肩の下につきダウンドッグです。後ろの指先立ててお尻を高く持ち上げましょう。片方ずつ膝を曲げて足踏みするように、片足ずつ気持ちよく裏側の伸びを感じていきます。さあそのままかかとをマットの方に下ろして止まってたい方はそのままホールドしてください。自由に動いていきます。はい、ラストのポーズです。さあ後ろの指先立てかかとにお尻を下ろして座っていきましょう。さあ両手を V の字に大きく広げて上を見上げていきます。さあ満遍の笑顔を作っていきましょう。
太陽の恵みを体にいっぱい吸収させ、太陽のように温かく最高の笑顔で上を見上げ呼吸を続けていきます。作り笑顔でも構いません。口角をクッと引き上げて、はい、両手を胸の前に合わせて合掌していきます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。今日も笑顔で充実した一日をお過ごしください。Sunshine, my treasure, just keeps getting better.